おはようございます。おじさんです。阪神ジュナイベル挑戦してみます。阪神2歳の G1 ですね。牝馬の2番人気なんだな。一応知らんかった。行ってみます。2番人気らしいです。知らなかったな。へえ、それは知らなかった。もうちょっとあれなんかなと思ってました。まあどういうことだろうか、1600ぐらいがいいということなのかな。まあ中華賞はオーか。ということはオークスは長い、ダービーオークスは中華賞ぐらいがちょうどいいのかな。女王杯とかぽいですね。なんかあのあたりとか天皇賞とかですね。では行ってみます。空き店とかですね、あの辺りがいいのかな。まあとりあえず走らせてみます。スキルが取れなかったんでちょっとですね、うーんというところもあるんですけど、とりあえず頑張ってみます。2番人気なら可能性も十分あります。ちょっとした欲望も出そうなんですけど、1番人気ってあれよ。ああ、エアグループがいるんですね。知らなかった。ああ、おじさん、ヒシャムの好きでしたからね。エアグループいたのか。14枠はきついかな。もう少し内枠の方がいいな。かかるかも。なんか黙れそうですね。2歳、昔は3、おじさんらの頃は3歳3歳って言ってましたからね。この頃まだ2歳ですよね。今は2歳って言うんですよね。おじさん2歳になったなって言い方が変わったぐらいでやめたんじゃないかな、ちょうど。だけど慣れてないんですよね、言い方が。ダービーも4歳4歳とかですぐ言ってしまうんで、ちょうどなったぐらいじゃなかったかな。3連単とか出た頃でやったけど、その頃から競馬を見なくなりましたね。あれまでは結構見てたんだね。買わないでも見ることも多かったんですけどね。行けました。初の G1 です。初の G1 制覇できました。おお、やった。ちょっとびっくり、まさか取れるとは思いませんでしたんで。ありゃー、取れました。あれ、いけた。ちょっとびっくり。あ、いけた。ちょっとびっくりです、おじさん。ちょっと感動。初 G1 制覇です。わあ、でも大体この辺りですよね。ダビスタとかでも大体 G1 最初取れるので、2歳ですよ。2歳の牝馬と御馬の G1 から取ることが多かったです。